はい、どうも皆さん、バイオハザード2実況プレイ、続きの方をね、やっていきましょう。今現在、東オフィスのですね、ハートの部屋は、ハートの部屋だって、ハートの鍵を使う部屋の真ん前にいて、ちょっと鍵、これ邪魔くさいので、使うだけ使って捨てようかなと。で、これ捨てて、で、あえて入らないで、ダイヤの鍵の方をね、先にちょっと消化しようかなと。あ、ただあれか。どっちみちこの奥もクラブの鍵ないと進めないのか。どうしよう。じゃあ、ちょっと路線変更して先こっち調べてみますかね。はい。ではよろしくお願いいたしますと。何個か前のパートで確かここゾンビがね、窓から入ってきてた。だー。どうしよう。この距離ならいけるかな。たぶねー。まだ生きてる。よしよし、やったけどやったけど、蹴れてなかったし、なんか変な感じになったけど。いやー、いますね。まあ倒しますか。ハンドガンまだね、弾あるんで。オッケー。どうしようかな。道中のハーブこれ拾って使うか。何個あるだろう。1個か、1個なら使っちゃうか。よし。で、ちょっとまだいるみたいなんで、こいつも倒さないとですね。いやー、もうちょっとその飛びつき式なんだな。レオンの時そういうのなかったんだけどね。よっしゃい。やったね。さあ、ということで、おお、硫酸弾の弾ですね。どうしようかな。ちょっと取っか。はい。ということで、あー、そっか。クラブの鍵ないとダメだけど、地下は普通に行けんだもんな。どうしよう。どうしようかな。地下行っちゃうとちょっと広いと思うんで、さっきこのダイヤの鍵閉まってるところ、ここから行こうかなと思いますので、ちょっとカット入れますか。はい。ということでね、ダイヤの鍵使うところ戻ってまいりました。戻ってまいりましたじゃないか。で、おそらくですけど、隣の部屋にリッカー先生残したままなんで、乱入してくるんじゃないかなと、ちょっと懸念があるんですけれども、まあ、来たら来たらボウガンでね、やっつけてやりましょう。多分ガラスぶち破ってくるんですよね。はい、ということなんですけれども、どうしようかな。あ、やっぱり奥になんかあるな。サーペントじゃない、なんたらストーンかな。取ったら来るんだよね、きっと。取ったら来る。で、おそらく、この石とあと吸気スプレーだけなんで、できたら、まあ、抜けれそうだったら抜けたいですけどね。早く来い、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 早く来い。はい、え、来ないの？これ取ったら来る？これ取ったら来る？これ取ったら来る？ああ、ほら来た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 。あぶねえ。あぶねえ。分かってても怖えな、これ。ああ、心臓バクバクいってる。深呼吸で、この石、あと1種類あれば、所長の裏でね、使えるんで、他の石もどっかにあるはずなんですよね。どうしよう。安全部屋はこの近くになかったかな。ちょっとアイテム整理したいんですよね。ないな。どうしよう。じゃあ、ちょっとアイテム整理してから、地下の方調べてみますか。ちょっとカット入れます。はい。ということで、地下までね、来ましたので、ちょっと降りてみましょう。ここで、クラブの鍵、おそらく手に入るはずなので、あ、ただスペードの鍵もないんだよな。まあ、どっちかあれば、またね、探索の範囲が広まることになるので、ありがたいなと思うんですが、何かいるかな？大丈夫かな？わあ、ゾンビか。どうしようかな。あ、マップないのか。となれば、ここまあ何回も通るんで、硬えな、随分。うわ、硬え。やばい。やっぱこれパターン入る。あーつ、エッチ。なんか異様に硬かったな。なんで？え、こっちもいんの？あ、いるよ。わー、どうすっかな。まずでも、いや、そっち。あー、両方動いちゃった。いや、こいつどうすっか。あー、どこ行ってんだ。1体ずつやればゾンビはね、さほど怖くないので。あっ、あっ、あっ、オッ
まだやり上がるか。オッケー。でもう一匹かな。あ、やった。あ、まだ。あれ、そっちにもいんの、まだ。いすぎじゃないか、ちょっと。で、こっちがワンワン部屋だったかな、確か。まず敵全部倒しますか。どうしよう。よし。おお、弾減ってきたな、さすがに。どうしよう。まずちょっとじゃあ端から行きますかね。ワンチャン部屋、多分何もないんだろうけどな。なんせ裏辺なんでね、ちょっと固定観念捨てていかないと、もしかしたらキーアイテムがね、落ちてたりとかあるかもしれないので。まず、レッドハーブ。はい。なんかいるな、なんかいるけど、なんだろう。犬かな？あ、犬来た。あ、あ、穴開いてる、穴開いてる。これ、これ何これ。あ、ちょっと待って。あ、降りれるんだ。あ、どうしよう。犬倒したい。一回降りて、上がって犬倒しますか。一回降りて、上がるというね。そっか、クレア編ではここ降りれるんだ。レオンの方だとね、ほんとレッドハーブだがしかなくて、ワンちゃんに噛まれるばっかりだったんですけど、クレアの場合は安全確保しておいて損はないと。はいよ。まあ犬もね、落ち着いて対処すればそんなに怖い相手ではないので。硬えな、硬えな。ちょっとこんな硬かったかな、こいつ。やった、やっとか。あー、失敗。ちょっと遅れた。いやー、どうしよう。まあ一回ハンドガンで。あんまり早く打ちすぎると当たんないんで、完全に立ち上がってから打つみたいなイメージですかね。よし。さあ、マンホールの下降りれるみたいなんで、ちょっと他のとこを全部調べ終わった後にでも行ってみますかね。この辺は何もないか。はい、ここ検視室開いてないよね。ここもクラブか。武器庫もダメかな。あ、これ武器庫じゃなかったっけ。動力室か。動力室ですね。で、なんかロックの解除のなんかあったような気が。あ、で地図ですね。あ、火炎弾ある。火炎弾どうしようかな。アイテム部屋この近くあったっけ。これそっとか。5つのスイッチを操作することによって電力不足部分に、電力を供給しますと。全電力使用するとショートし、電力供給がストップされます。はい、これまた80にするやつですね。上上下下上でしたっけ。これでちょうど80と。はい、で武器庫に電力が、供給されましたと。からの、ハーブ。ハーブもね、これ溜まってきてるけど、どうしようかね。とりあえずそんなもんすかね。おそらく今回も武器庫はカードキーかなんかないと開かないはずなんで、うん、やっぱそうだよね。駐車場これいけんのかな。どうしよう、行ってみるか。レオン編だとエイダとね、遭遇した場所なんですけど、
プレイヤーの場合は特にムービー入らないのかな、入らなさげですね。でここそんなにアイテムとか奥になんかあったかな、ハーブかなんかぐらいだったと思うんで、これどうしよう、これ使うか、これ使ってまたハーブ取ってと。あーそっか、これじゃあ壁壊すわけでもないのかな、調べても何も出ないな。サイドブレーキがかかっていないが一人で動かすのは無理だと。ってことはクレアの場合はこの先に行くことはないのか、もしくは今は通らないだけなのか、まあ、とりあえず今あのどうしようもないみたいなんで、あとマンホールの下降りてみるぐらいですかね。ちょっとでもねアイテム欄に余裕がないんですよね。まあ進んだ先にあの安全部屋とかあればいいんですけど、ちょっと行ってみますかとりあえず。この端っこのところで、ここですね。どこに続いてんだろうこれ。なんせ未開の地なんでね、ちょっとどんなところかも何が潜んでるのかもわからないという非常に恐ろしいところなんですけど、お、ここ入れる。おお、よかった、安全部屋か。わあ、切ったね。これもしかしてあれか、処理場の西側かな。どうしよう、あーそっか、調合しておいてしまうか。まあグリーンはね残しておいてもいい気もするんですけど、まあいっか。で火炎弾と回復剤を置いてと。どうしようかな、まあ、まあこんな感じでちょっと整理整頓して、バルブハンドルぐらいだもんな、使うだろうと思われるアイテムは。インクリボンいっぱいあるんで一回セーブしますか。毎回余るのがなんかねお約束になりそうですけど。これですね、クレア裏05処理場右物置、レオンの時と反対の方角になってますね。方角というか、いいのか。で、インクリボン閉まって、ちょっと続きの、探索の方ですね、やっていきましょう。もうちょっと弾欲しいなっていう状態までちょっと減っちゃいましたね。まあ、ちょいちょい戦闘してたんでね、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。よし、行ってみるか。なんかでもこの先暗くてちょっとやばそうだったんだよな。大丈夫かな。Sherry, I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. No, I won't. What's the matter? Don't you trust me? It's not that, Claire.It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Wait, Sherry. Don't go alone. Sherry! Sherry! あれ、シェリー、シェリーパート。あ、そう。はあはあ。写真、まあ、親子の写真ですかね。親子というか家族か。あー、スプレーしかない。あ、武器ないんだよ。まあ、そうそうか。え？まあいいか。とりあえずやっていくか。アイテムとかないのかな。じゃあ敵来ても逃げるしかないってことか。めちゃめちゃゾンビな音するけど、これ歩いてる。わあ、いる。これ抜けれんの。おお
なんか測れた3か。あー、これエイダのパートで通ったところですね。かじられない帰りに3測れんだ。さあ、何をすることが目的なのかまだ分かんないのがあれなんですけど、あ、こっち通れねえじゃん。完全に閉まってる。お、グレネード弾がある。これ多分あれですね、クレアと合流した時に渡せると思うんで、弾見つけたら拾うようにしますか。いや、これまた抜けないとダメか。倒せないのってきついな。意外と回避能力が高い。よし、なんかキーアイテム多分取ってクレアに戻すみたいな流れだと思うんですけど、あ、またこれか。ちょっと待ってよ、これは一回降りて先に作んないといけないんですよね。同じ仕掛けであればですけど。あーですね、どうすかな。加速装置、はい、ということでね、木箱の方、設置が終わりましたので、こちら水入れます。はい、ということでこちら渡りまして、とあれ引っかかっちゃった。あったあった、クラブの鍵ですね。でこれ取って戻ると、やっぱりエイダーだってエイダー使ってた時とね同じように、あんまりこうパートナー使う場面って長くないんですね。すぐ終わっちゃうっていう。でクレアの元に、戻ると、これでクラブのおかげ手に入るんで、またちょっと探索の、範囲がね広がると。あー、でもこれどうやって帰るんだ。Sherry, are you okay? Did you find your dad? Yes, I'm okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here. Here's another.Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. Claire! I can't reach the ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back. Sherry! Sherry!Now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. なるほど。この時レオンがベンのところにいて、でもうどかしたから入れるぞっていう、そういうことを言ってたんですね。なるほど。駐車場にも、行けるようになったと。じゃあちょっと回収してと。グレネード弾と、それからクラブの鍵。時間がちょっといい感じなので、まあ、これとりあえず調べるだけ調べて、この奥は、あ、そっか、これ行き止まりなんか突き当たってただけか。ちょっとじゃあ整理して終わりにしますかね。はい、ということで鍵の方ね入手できましたので、次回まあクラブの鍵使えるところであるとか、駐車場の奥の方ね、探索できたらなと思います。でグレの弾もちょっと増えてきたんでね、まあボスとか来てもある程度はこう反撃できるのかなと、思いますのでね。はい、ではどうもご視聴ありがとうございました。また次回パートでねお会いいたしましょう。